エルビス海の生物圏保護区は太平洋とカリフォルニア湾に挟まれたバハカリフォルニア半島中央部に設定されているメキシコの生物圏保護区である。1988年に設定された総面積254万6790ヘクタールの生物圏保護区で独特の砂漠の気候によって育まれた陸生生物の固有種の豊富さや コククジラの重要な繁殖地であることなどが特色である。コククジラの繁殖地になっている二つの石子がユネスコの世界遺産に登録されている。この地域の動植物は雨が緊張で激しい風が吹き刺さぶ砂漠気候に自らを適応させてきた。その結果、この地域では数千種にも及ぶ植物の固有種や、 他では見られないような野生生活が育まれてきたので、ある。この地の厳しい環境に適応した動物たちには、コヨーテ、月シメの動物、うさぎなどの野行性の動物たちが含まれている。それ以外の動物たちは、多肉植物からだけ水分を得ている。陸生哺乳類の中で際立っているのが、地上最速の部類に属するプロング法音である。この保護区では、他にも、 ビッグホーンやミュールジカなどが見られる。また、定住している鳥や、渡り鳥などが数十種確認されている。重要なものとしては、ミサゴ、サギカ、ウカ、カモメカなどである。海洋動物としては主役であるコククジラをはじめ、イルカ類やウミガメカ、キタゾウアザラシ、アシカなどが見られる。エルビス海の生物圏保護区のうち、バハカリフォルニア半島にあるセバスティアンビス海の湾。 および湾とつながっている二つの赤ホデリエブレコ、サンイグナシオコは、コククジラの繁殖地として知られている。世界中に生息しているコククジラの半数は、この湾で生まれている。コククジラの繁殖にとって、重要な場所であるが、それを目当てにした、過剰なホエールウォッチングによって、海洋環境が悪化したため、現在は、観光には、規制がされている。 世界遺産に登録されているのは、生物圏保護区内のオホデリエブレコとサンイグナシオコである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。アメリカ大陸北部からの放浪者であったコチミヒトが、最初にこの地方に落ち着いたのは、1万千年以上、前のことであった。放浪してきたコチミヒトたちは、シエラデサン。 フランシスコの洞窟群に隠れて住んでいた。その当時の生活の痕跡は、シエラでサンフランシスコに今も残る洞窟壁画群に乱すことができる。しかしながら、この地の峻厳な環境のせいで、大規模な開発にさらされることなく、現在まで自然環境がよく維持されてきた。ありがとうございます。